や、この前やっちゃいましたね。あ、立ちこげね、はい、しましたね。ちょっと、はい、地図見てもらっていいですか。はい、どこっすか。まあ、大したことないですけど、ここなんかちょっとへこんで気づいて、うん、でここのスライダーが削れて、でここのエンジンケース、うん、削れちゃってますね。これ一応ステップは外して今修理中なんですけど、うん、後日修理動画は出したいと思います、うん、はい。どんな感じでこけたん。いや、もともとは岡山にツーリング行こう思って、うん、渋滞中にこけたと。うん、じゃあどんな感じでこけたか再現してもらっていいですか。まあ、思ってます。まあ、こんな感じで、うん、ちょろちょろ進みますよね。うん、で、まあちょっと体調も悪かったというのもあって、うん、ちょっとなんかボーってしてたところもあって、踏ん張り効かずに、うん、なんかこの状態から動いて止まって動いて止まって、ちょっと気抜いた時にバイブがちょっと今できへんけど、うん、ガコッとこうカッ、はい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 、うん、ボーってなって、うん、やばいって思って、うん、やってこう塗ったんやけど、うん、そのままゴーンと重みがかかって、うん、アクセル握ったまま、うん、バイーンってね。マジかよ。こんな感じで足をバニーターがって後頭部も落ちました。はい、で腰も痛めてね。あかんと思ってマジか、立ち上がって一気にここで一回思いがかかって止まって、はいはいはい、で左線で左線すぐ道路に復帰してライコランドに行ったっていう。ああ、なるほど、そういう流れで。その時に、うん、まあ、母は言うてますけど、うん、幸いにもあの、うん、大きな事故がなくて、そうですね、交通の流れも止めてないんで、うん、まあまあ良かったかなと、そんな流れになってます。はい、ありがとうございました。この GoPro で撮影はしなかったんですか。うん、そうなの、ね。いつもこの GoPro は、ね、これ撮影してんねん。手に入れてなくて。うん。で、わあ、せっかくこけたのに映像撮れないわってなって。うん。よくよく考えた。ドライブレコーダー。うん。これにバッチリ映像が映ってたんやけど。よかったっす。バイク自体が、あの、5人映ってないから。うん。今一こう再現性に欠けるなということで、うん、今回あの再現させてもらいました。はい、はい、で後日、うん、この地図に関しては、うん、こちらデデンコンプレッサーとガン持ってるんで、うん、あのこれで本格的にあの、うん、塗装して直したいと思います。よし、この動画に関してはまた後ほど後日アップしていきたいと思います。よし、お願いします。めっちゃ疲れたし。